こんにちは、みなみです。はい、今日は Vlog TikTok シャープ34です。今回はねーねーもしに行くので今画面下にいるんですけども、早速くじをやっていきたいと思います。はい、ねーねー引いてもらいます。それ悩んでおります。はい、行きました。じゃあここで開けるわ。覗きすぎる。いきます、せーの、じゃん、富山県。おお、行ったことないね、一回も。ないですね。富山県でーす。ということで数日後に富山県に向かいたいと思います。はい、いろいろとリサーチをして、はい、それではスタート。着きました。何も書いてない。新幹線で5時間ぐらいで着きました。ということで今からね、まずはなんだ、ご飯か。ご飯、うん、食べたい。はい、なんか DM でブラックラーメンってのがおすすめだから食べてみてって来てた。ラーメンいいね。そうな、大好き。ちょっと探したいと思います。探しましょう。レッツゴー。路面電車に出会いました。すごいよね、絶対見たいわ。だね、あれ数学とか使ってちょっと混ぜてみたい。勝手に混ぜてください。はい、多分富山県の人は何言ってんだって。みんなそうでしょ。ねどうなのどうなの。さっきレンタカーを借りて一旦駐車場止めてきて、カリーとかをね、そう、荷物を車に置いてきました。ラーメン食べたいよね。なんかあとね、何個も来たのが完成公園みたいなのがすごい来てて、なんか映えスポットらしい。あと世界一のサバ、世界一、あれ世界一、どっちか忘れちゃったんだけど、ここにもあるよ。スタバいっぱいあるのマジいいな。わかる。山梨駅にないよスタバ。ありそうでないのよ。ちょっと駅周辺回っていきます。色がほぼ一緒。これ頼みました。これしかないの、種類が。そうすごいよ。だから2人で食べます。楽しみ。来ました。すごい。ライスを一緒になんか頼んでるので、みんな高確率で、ね、多分濃いから乗せて食べるといいのかなみたいな感じで、作っていきたいと思います。わ、めっちゃお肉いっぱい。チャーシュー、これすごい、おいしそう。おいうまいわ。富山こうカップ麺とか食べる。え、そうなん、あ、そうなん、初めて知った。みなみちゃんに行ってもらいたい富山県でもあったんだけど、遊園地もあったんだけど、ちょうど今日から冬眠です。今日からホームページ見たら冬眠中って。当然冬眠中。遊園地初めて聞いた。冬眠中、可愛い言い方してるんだ。美味しくいただきます。あ、いただきます。お肉プルプル。はい、チーズ。本当にありがとうございます。本当にごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんかね、やっぱ思った。何おばあちゃん、おばあちゃんのこの辺にいて。おばあちゃんこの辺にいたのに。パパ、うわー、それ思った以上に濃かったから、ご飯と一緒に食べたらもうマッチング成功。マッチング成功。そうだな、もうさ初め頼んでなかったけど、そう頼んだもんな。パパもちゃんとしっかり頼んでた。そう、ご飯とお肉がめっちゃ美味しかった。いいですね。はい、チーズ。
はい、じゃあ次の場所向かいますか。はい、行きます。はい、じゃじゃーん、見えますか、香水公園でなんか夜イルミネーションになってるらしくて綺麗らしい。夜も来てみたいね。うん、じゃあちょっとスタバでいっぱいしよう。あーありがとうございます。おい、スターバックスが見える見える。スタバおしゃれ、ね、世界一、うん、美しいスタバ。少ない世界一ってここって言われてるらしい。言われてる。サンタ登ってる。あ、かわいい。サンタ泥棒サンタ泥棒だ。客が一緒に動けに来てるんですよ。すごいね、夜綺麗そう、うん、うわすげえ。おお、後ろすごい。あ、ほらほら、あの山よ。あの山よ。はい、チーズ。天気がめちゃくちゃいいじゃん。ね。恵まれた今日。珍しく。スタバから脱出してきました。あ、本当に。あ、いたんですけど。よく気づいた。絶対嫌やな。あ、本当ですか。え、ちょっと待って。ずるい。ずるい。いい。マジでずるい。やっほー。会いましたー。イエーイ。ありがとうございます。はい、美術館があるんですけど、屋上に芝生みたいなのがあって、なんかいろいろあるみたいです、はい、さっき話しかけてくださったお母さんが教えてくれて、うん、行こうかなと思って。はい、じゃあお願いします。あそこを映せるんじゃない今。じゃーん、多分あれだよね、これです。これオノマトペ屋上来ました。オノマトペ、うわーお、すげー、見える、ね、すごい、ひそひそひそ、これひそひそ。あー、そういうこと。ぽーん、違う、あー違う、じゃあ違うならどっか行って。あー違う、ここだ、喋って。 あここだ。おーすごい。あーなっちゃん、黙れなっじゃあ、今から行くよ。すごい。じゃあここね。ねえねえ。ねえねえ。ここだ。お、ここだ。あ。しょうもな。これって何？できなかった。一生分の道でさ。小中大、いや小すぎだろあれ。あれちっちゃすぎるなあれ。なんかお尻みたい。目青いんだけど。どうだ、青と緑の目が。はい、チーズ。はい、海王丸に来ました。なんか恋人の聖地があるみたい。富山に来たら楽しい場所みたいで、それ見てくれた。ここですね。なんかさ、ネイネとさ、なんか恋人のせいで来てみてさ、ねえ、わかる、なんか嫌なんだっけ、ね、なんか神様にさ、勘違いされてた。危ない。ここにスマホを置くらしい。ビデオにするね。
まずい。付き合ってないです。はい。寒い。台湾も寒いです。寒いね。寒いけど海綺麗。うん、めっちゃ綺麗。さっきあの橋渡った？渡ったよ。ねえねえ寝てたよ。いや薄めで見てた。嘘ねぶり。薄め。寝たんだか。ほらここやん。違うじゃん。喧嘩してます。しょうもな。じゃん。TikTok と写真撮りました。めっちゃ映えてる。ね、映えてる。でも一番映えてるのは恋人のチェイチンと。はい。すいません。すいません。ラブラブですいません。もう寒い。もうホテル行きまーす。ホテル行きましょう。生卵。仲間虫の人。お家に入りましょう。ホテルに着きましたということで、お部屋紹介していきます。はい。じゃあ、まずは先に口。はい。あ、おトイレと洗面所。あ、ここメイク争奪戦ですね。ですね。はい。そして、じゃーん、すごい。わー。なんかお風呂とさ、温泉がミックスされてる形。ね、すごい。ここなんでさ、お風呂か普通のお家のお風呂みたいな感じで、こっから、もう、温泉。すごい。スーさん、に、一、ち、じゃーん。じゃーん。こんな感じ。なんかめっちゃ落ち着く、ここ。ちょっと誰ですか、ここに早速置いた人。自分ですね。はい。わー、この椅子の感じとかね。ね、わかる。この感じめっちゃ好き。シングル2個と。あ、そう、シングル2個。後ろにダブルがあるんですけど。まあもちろんダブルは。はい。4人と盛れる部屋なのかな？かな？って感じですね。はい。めっちゃいい。落ち着く畳。やばくない？わかる。ラバンチか。わかる。お部屋はこんな感じでした。お化粧直しとか。そうそう。したいと思います。拍手してください。え、今？違う。びっくりした。はい、じゃあまた後だね。バイバーイ。はい、夜の冠水公園に来ました。ガリ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 。ちょっともう見えて光ってますね。光ってますね。猫耳みたい。今年初かなイルミネーションじゃない？うん。今年初な気がする。綺麗です。スタバもいい感じ。おしゃんに。あっちの次の。はい、写真だなんだ撮りまして、パパが撮った写真めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。せーの、ドン。ホームページにありそう。何にも格好してないよ。ただなんかロー、そう、ロー iPhone のローっていう、なんか設定じゃないけど、なんかポチッと押せばなんかね、遠くのも綺麗に撮れるみたいな。知らないけど、そうめっちゃ綺麗だった。寒いのでご飯行きましょう。行きましょう。はい、ベビー。髪の毛全部しまい。寒い。寒い。ごちそうさまでした。もう帰ってます。似合ってた。似合ってる。ちょっと撮るの難しかったんですけど。海の神、山の神。そんな感じの名前のご飯屋さんに行ってきました。お写真を見せてあげましょう。食べたものはこちら。刺身とか、里芋とか、さつまいもとか、あ、とつないか。のどぐろも食べてましたね。のどぐろと、白エビ。白エビ、私、甘エビ大好きだから、めちゃくちゃ美味しかった。なんで、ちょっとしか食べてないのかというと、はい、ホテルに、なんか、9時半から、夜泣きそば。夜泣きそば。なんか、ラーメンみたいなのが、なんか、無料で、なんか食べれるらしくて、部屋の温泉入ってから夜行こうって3人で話になったので、パパは張り切っております。もうなんかもう、あ、ちょっとバイバーイ。バイバーイ。はい、ということで私はお風呂に行って寝て寝てました。夜泣きそばを食べに行きました。すごい、ドミンならでは。私これのために今日行った。でも夜ご飯ほんと、これのために。この時間に食うからうまいの。え、細麺で食べる。うまっ。私ちょっと寝起きだからめちゃくちゃうまい。マジで上上がりもうまいよ。寝起きにも上上がりでも美味しい。はい、
2杯目もう食べ終わる。明日むくみちゃんなんでしょ。3人みんなでむくみちゃん。パパ分かんないぞ。多分パパは。いや、水分いっぱい取ればいいんだよ。パパいつも水分いっぱい取る。なのにむくんでるだって。違うよ。むくむのは水分が足りないんだよ。パパ。ん？もう知らない。おはようございます。昨日ラーメン食べて私はそのまま歯磨きました。私はあの後お風呂に入って寝ました。うん、ということでご飯に行きたいと思います。ご飯です。今日はマジで急がなきゃなので早くしてください。はい、じゃあ行きましょう。行きます。朝ご飯です。芋大福があったから取ってきた。いただきます。うん、うまいこれ。柿もあった。柿珍しくない？ビュッフェに。でも今季節だからね。うん。うん、まっ。これでも久しぶりに食べる。うまいよね。食パンとかにつけるとめっちゃうまい。パパのイクラ何杯目？ 2 杯目？ 2 杯目です。うまいか。ルイが来たらやばいね。やば。ルイが頑張って学校行ってます。はい、ということで私はごちそうさまです。あの急がないといけないので支度も急ぎます。急ぎます。私はこの柿を食べたらもうごちそうさまです。ごちそうさまです。じゃじゃーん、じゃん。富山市ミリーパークの動物に来ました。めっちゃ寒い。ということでね、今から動物たちを拝みに行きたいと思います。行きたいと思います。そして私の服装は、あ、昨日と一緒です。違いますよ。昨日と一緒です。この人昨日と本当は一緒です。違います。見て、一応ね、一応違うんだけど、なんかパーカーらしい。見た目同じすぎて、うん、同じ服着てる人です。はい、ということで行きたいと思います。シマウマさんです。人間とキリンの首の骨の数同じらしい。あ、気に入った。ねえ、めっちゃ近いんだけど。うん、うほほ、すごい器用器用。あ、いる。あ、いた、いた、いた。うわ、怒ってる。メスライオン今怒ってた。うわーって口が。さ、やっほー、ライちゃん。にゃーん、怒ってる。猫みたい。にゃーん、ミーだ。ミーちゃん、お疲れだね。もうそれみたいな。みーちゃん、バイバイ。バイバイ。めっちゃ見てる。ホンドタヌキ。え、かわいい。タヌキ。え、タヌキってこんな感じなんだ。ドラえもん。こっちキツネ。キツネ？あ、いた。ワン、なんか犬みたい。え、クリキレイ。あ、ごめんね。嫌だって。嫌だって。カオソップゲーム乗っかってる。かわいい。かわいすぎる。ねえ、あざと。ねえ、あ、かわいかった。こっち見て。寝てる。寒いんじゃない。寒くはないか。うわー、出てきた。これ、このまま上げていいの。そうです。なんか歯出てる。あ、なんか歯出てた。ちゃんと噛んだか。食べますか。はい、どうぞ。うわあ、すごい。あっち向こう、あっち向こう。はい、どう。うわあ、うまい、うまい。主張が激しい。かわいい。かわいい。かわいい。寝れました。一瞬寝なくなった。へい、かわいい。じゃあね、バイバイ。あ、ちょっと待って。なんか、ね、逃げ入るところも。ね、逃げそうなの。お、下にこっちに乗ってるよ。本当だ。なんか寒そう。めっちゃ寒そう。お尻も蹴られちゃった。ねえ、可愛いんだけど。あれ、君もいたの。君ちょっと今もうなくなっちゃってごめんなさい。あ、カンガルーだよ。え、違うかな。
カンガルーカ。あ、カンガルーカって仲間だ。仲間だ。うん、この子立って立ってる。おー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 。惜しかったな。あ、立ってる。おー。おー。はーい、一周して、いろんな動物見てきました。見てきました。これで最後っぽい。キツネめっちゃ可愛かった。ミーアキャットとか、ヤギも可愛かったな。ね、可愛かった。ここは帰り道ですね。そうです。あ、ここに出口ってある？うん、出口出ました。楽しかったでーす。シマウマちょっと怖かった。あ、シマウマなんか、思ってたやつと結構迫力が違ったから。ちょっと。なんかもっとヒョロヒョロかと思ってた。そしたら結構ガタイ良くて、ね、耳もなんかそうすごかった。ちょっと怖かったけど楽しかったです。と、はい、いうことで動物園は終わりで す, りです。バイバーイ。バイバーイ。今レンタカーを返して駅に向かっております。お土産を買って行きましょう。こんな感じで持っています。寒すぎて寒すぎて腕を出せない。こんな感じです。じゃあねー。ということでお土産もう少し買えて、新幹線のお時間です。実はお土産がそんなに買えなかった。そう、改札入っちゃって、そう買える場所があったのかな。なかったのよね。まあでもちょっとだけ、ほんとちょっとだけ買えたので、あとはね、ファンの方にも会えたので良かったです。じゃあ帰りまーす。バイバーイ。ただいま帰りました。お帰りなさーい。ただいまでーす。ということでお土産紹介をしていきましょう。イエーイ。まずのっそれは名物か。何、白エビのかき餅。ちょっと餅よくわかんないけど美味しそうだったのでちょっと買ってみました、うん、なんかせんべいかと思ったけど餅って書いてあるから、うん、餅なんだと思います。白エビめっちゃうまかったって言ってた。食べた昨日の夜か。いいな。に食べたんだけど、めっちゃ美味しかった。エビが有名なのか。そう。白エビが有名。あ、白エビだね。そして、ホタルイカ。あれ？ルイカ。あれ、ルイカ。あれ？ホタルイカ。パパが買ってた、うまに？うまに。うん。っていうやつです。ホタルイカ。ホタルイカってこんな感じなんだ。うん。次は？せーの、じゃーん、マスの寿司小箱。これが名物マスの寿司、うん、らしいです、うん、海鮮がね、すごい、うん、パパがめちゃくちゃうまそうに食べてて、あ、ねえねえもなんかのどぐろめっちゃうまいうまいって二人でパクパク、あ、そうそう、のどぐろがなんか有名って聞くよね。後で召し上がってください。はい、じゃあもう最後なんですけど、じゃーん、じゃーん、富山白エビパイ。パイパイだね、こういう、はい、え、うまそう、こういう、ね、美味しそうだよね、うん、お、ここにエビの絵が描いてある。あ、ただそういうのなんだろうね、開けてみる、うん、おー、はいはい、こんな感じ。そうね、予想通り、予想通り美味しい白エビパイでーす。イエーイ。こんな感じ。はい、ということでね、今回は、はい、結構ファンの方に会いました。あ、そうなんだ、うん、平日なのに駅で、うん、あの学生の方がいたんですけど、うんうん、みんなテストらしくて、お昼ぐらいの半日だったんだ。そうそう、ちょうどテスト期間らしくて、じゃあ、あなたたちが駅に着いた頃にちょうどね、そうそうそう、だからあのブラックラーメンっていうのを食べに行った時に、うん、真隣に男の子たちがいた。そうなんだ。その後もなんか駅の近くの駐車場からあの別の場所に移動したんだけど、うんうんうん、車出る時に、うん、はっみたいな、そういう女の子がいて、うん、次の場所行ったんだけど車で、うん、ダッシュで、うん、来てくれた、さっき着いてきましたみたいな、そう、さっき手振ったやつですみたいな、人ですみたいな、うん、よくどこ行くか分かったね。ね、多分有名なところ、世界一綺麗な美しいスタバックス、うん、何それ、なんか、そうそうそう、山とかと、なんかその景色がすごい綺麗だったよ、うん、多分人気だからここだと思ったんじゃないかな、うん、のかな、うん、分かんないけど、すごいすごいよね、うん、あと私は初めてかな、初めて BR 撮ってくださいって言われたよね。あ、BR、 あのファンの方、BR 撮ってもいいですか。見た、そう、よかった、 TikTok の、あとは南の子にも会いました、うん、あ、そうなんだ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで次回はどこになるでしょう。どこになるでしょう。今回が 34? うん、あとちょっとだよね、ほんとに、あと13件、うん、私が日本を制覇するまであと13個
中山県県ここはやばいということで富山県の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お願いしてたよこの人今。それでは最後にいてくれてありがとうございます。それではバイバイ。バイバイ。楽しかったです。久しぶりの Vlog、ね、だね。宮崎ぶり、はい、次もお楽しみに。楽しみに。I try so much to get back.